去年の飲食店の倒産件数が新型コロナ対策の給付金の効果で、前の年より大幅に減少したことがわかりました。帝国データバンクによりますと、去年の飲食店の倒産は569件で、前の年に比べて27%減少しました。自主的に事業をたたむ休配業解散件数も、 前の年から8.7%減少しました休業や時短営業への協力金の給付が始まった一昨年し12月以降月別の倒産件数は前の年から減少が続きコロナ関連の支援策の効果が現れましたしかし飲食業界は人手不足や原材料価格の高騰などの課題に直面していて今後過剰な債務を抱えた企業など トータが進む可能性もあるということです。